皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、今日は、こっちは、すごい雪が降って、大変でした。これもまた、ンですね。でね、今日の、あの、トピックは、えー、面白くない小説、3つの特徴。3つの特徴。えっとね、まずね、私、ちょっと今、出ちゃうが、 で、出ち夜げたらもうなんか気分がもう暗くなってきた。<laughs> はい、ちょっと行きますよ。田んぼと畑しかない村。ルミ子は畑に足跡を見つけた。また誰かがスイカを進んだのだ。カラスが彼女の頭近くを飛んでいく。ルミ子は夫、ヒロシに,ヒロシにス,ス,あれスイカのことを告げるのが怖かった。怒りでまた自分が DV の餌食になると思ったのだ。ルミ子はそれが誰の足音か知っていた。 近所に住む太郎だルミ子は小学生の時から太郎にいじめられていたもうじきお盆休みになる毎年夫の姉それに妹の大家族がやってくる飯炊きも掃除も洗濯までルミ子がしなくてはならないでもそれは長男と結婚した自分の運命だと思った <laughs> あのねこれがね延々と続いてでねそのまま終わっちゃう小説 私読んだことあるんですよもうねすごい暗くなってねもうこの人には自己主張ということがないのかと思ったとにかくね設定が地味なんですよ田んぼとあっただけしかない山奥の村でこんなつまらない人が主人公で面白くなるわけがないんですよねそれからね主人公の人格に問題があるいつもなんか自分で何て返すんだろうみたいな でね、こういう小説を書く人はね、何のために小説を書いてるんだろうって私は思うんですけど、でもね、いるんですよ、こういう人。実際に読んだことがある私は。でね、でもう事件が何も起こらないの。この設定で殺人事件でも起こさない限り小説にならない。もう本当に何も起こらない。何も言わない。主人公、かわいそうな。 私こうやってさっきでっち上げたんですけどこのお同じ村であの殺人事件が起きましたっていう話なんですけどああでこうでこうであの読、ー、みたい人は読んでみてください私のこの話を短時間にでっち上げる才能がここにここに見えているでねとにかくね 舞台が地味だとすごく田舎とかすごく普通の街普通の学校普通のサラリーマンと妻の話を読んでるとなんか眠くなるしもう暗くなるしでねその主人公の人格あのね小説にとって主人公とか登場人物とかの人格は関係ないと思う人いるかもしれないけど。 関係あるんですよ人格がすごく地味だったり、いつも自分のことなんてかわいそうなのって思ってたりとか、そういうせっかくだったりとか、運命と戦わない。とにかく我慢、我慢、我慢、我慢をする。人の言いなりになる。てか、こういう小説を書いてる人はね、何のために小説を書いてるんだろうって私思うんですよね。本当に。でね、事件が全く起こらない。もう淡々淡々と。 流れていく朝起きて朝ごはんを食べましたお昼になったらお昼ごはん食べました夜になりました夜ごはん食べましたってなんだそういうなんか食べることってそんなに大事なのかなって読みながらじりじりと読みながらそういう小説もあるんですよ本当に信じられないかもしれないけど何事も起こらないの。退退屈屈なな人生が退屈なまま流れていって 何の問題の解決にもならならいこういう小説だからねなんかもう私も暗くなって暗くなってきた今ちょっとこのここの文章をちょっとだけ拾い読みをさせてください暗くなってきたから「隣町の刑事佐川が呼ばれたのはこの村では歴史上殺人事件が一件もないせいだ」 この村の警察は交通整理以上のことをしたことがない。佐川は複雑な殺人事件を解決して、警察、なんだ、警視総監賞をもらったばかりだ。田んぼと畑しかない山川の村。こんなところに住んだ人もいるんだな、と佐川は思った。広司という男が自宅で自殺された。飲んでいた酒から多量の罪みが禁止された。寝込みを刃物で襲われたのだ。 佐川は広志の妻ルミ子と話をしたルミ子はおとなしく口数も少なかった何を考えているのかさやっぱりわからない <laughs> とこれがまあ続いていくわけなんですけどとにかく主人公なり登場人物の人格もう少し考えようつまらない人格の主人公からはつまらない小説しか生まれない。 そうそう面白くない舞台からはやっぱり面白くないことしか生まれない普通の学校や普通のサラリーマンと妻のことを書きたいんだったらよっぽど少なくとも面白いことを書かないと面白い小説にはならないだからこういう設定するとね逆に難しいってうんですよ私。なんか芸能界を、あのー、舞台にしましたとかは。 何あと何何が考えるそれ警察の話とかあのー、スリラーホラーラブロマンスドロドロの不倫もいいしね私結構ドロドロの不倫が好きかもしれないとかねよっぽどその何何かが起こらないとこの地味な舞台では誰も読まない事件では全く起こらないあと問題がいっぱいあるのに 本人,本人がそのつもりその菌がないからとにかく最後まで何の問題にもならない結構ね昔の日本映画には多いんですよこの最後まで何の問題の解決にもならないっていうのがでねあのアメリカ人かななんかの,あの評論家が言ってたんですけど その多分ね60年代1960年1970年代ぐらいの日本の,や日本の映画にはとにかく何の完結にもならないみんなでかわいそうに涙を流してそれで終わる何の完結そういうあの映画が昔多かったんですっ、ね、てそのアメリカ人の,その評論家がそう言ってたのは私は聞いたことがあると。ということでえっ、ー、と 次はね、純文学について書こうと思います。ということで、今の話題はここまでです。